ようこそデータサイエンス研究所へ。はい、今回はですね、判別分析の中でも線形判別分析について解説していきたいと思います。はい、まず判別分析の今回の流れなんですけど、まずモデルの目的ですね。そもそもこのモデルが何が目的なのかについて解説して、そこからモデルの概要、まず判別関数だったり、まあ、フィッシャーの基準で、それをもとにパラメータの推定を話して、次に判別関数の求め方で、そこからさらに実装の結果について解説していきたいと思います。はい、まず判別分析のモデルの目的なんですけど、これは例えば売上とか利用回数、要はまあこの各顧客に対して、この人はこんぐらい売上を上げてて、利用回数こんぐらいあるみたいな顧客が、まあ、そのまま顧客なのか、それともこういう売上でこういう利用回数の顧客がその自分のそのコミュニティから退会しちゃったのかみたいな判別をするようなことを目的にします。例えばその自分のお店、まあ、要は何でもいいんですけど、に対してこんぐらい売り上げてて、こんぐらい利用回数がある顧客は、まあその顧客のまま、そのままちょっと顧客でいてくれてる。で、それに対してそのちょっと変わった顧客っていうか、売り上げも低くて利用回数も比較的低い顧客っていうのは退会するみたいな、そのデータが取れてたとして、そこからまあこういう顧客っていうのは、その顧客のままだよねとか、退会しちゃうよねとかっていった、その判別をやりたいっていうのが目的になります。はい、それではまずモデルの詳細の中でも一番最初の判別関数について考えるんですけど、まずこういった関数 Z イコール A0 プラス A1X1 プラス A2X2 で、これを A0 プラス、ここの部分を H と A2 を A ベクトル、 X1 と X2 を X ベクトルとして、こういうふうに表したりします。で、これ何かっていうと、要はこういった関数を考えるんですね。で、まあ、これが、まあ、Z イコール0の時なんですけど、この Z の値が0より大きかったら、この赤の方に分類する。Z が0より小さかったら、青の方に分類する。みたいな関数を考えます。で、この X1、X2 っていうのはそれぞれ、この売上、X1 が売上で、X2 が利用回数とかなんですけど、それぞれ A1、A2、A0、この3つのパラメータを求めるのが目的になって、この最適な判別の関数ですね。要はこれが0以上と0以下で、うまくこの判別ができるような関数を求めるのが、まあ、要はゴールっていうか目的になります。はい。で、もうちょっと判別関数について深掘るんですけど、これをもうちょっと深く考えると、この X1、X2、この右辺は2次元ですよね。要は、X1 と X2、まあ、要はこれ2次元というか、この入力がこの2次元ですよね。2個ありますよね、データが。それに対して出力が Z だけなんですよ。つまりどういうことかっていうと、こういった2次元のデータをこういうふうにこう1次元に縮小するっていうか、1次元で表す、1次元にこう変換するような関数になってるんですね。例えばこの青が こっちにパッて、赤がパッていくようなのかもしれないし、こっちにこう行くようなやつかもしれない。つまりこの2次元をうまく1次元にこの直すような関数になってるっていうふうにもこれ考えられるんですよ。で、この要はこれはただ横にバーってやっただけのこの線の関数なんですけど、こっちは下にバーって要は変換したっていう感じになるんですけど、この変換の考え方を使うとちょっと今回のものが理解しやすくなるので、まあちょっと確かに2次元から1次元に変換するって考え方もできるなって思っておいてください。はい、それでは次にフィッシャーの基準について考えるんですけど、これは先ほどの図ですね。まあ、この2次元のデータがあって、ここにまあ1次元変換のデータがあるんですけど、まあ、例えばの話ですね、この1次元は。要は、これ Z、さっき考えた関数 Z っていうのは、その1次元に変換するっていう話だったんですけど、例えばこういうふうな変換も考えられるね。横にぺしゃんことか、縦にぺしゃんことかって考えられるよねっていう例をした図になります。で、フィッシャーの基準は何かっていうと、この変換した Z のこの B、SB っていうのは、これはクラス間分散。で、この SB はクラス内の分散っていうふうに考えて、クラス内分散分のクラス間分散で考えます、Z の。そうするとこういうふうに表せるんですけど、これをフィッシャーの基準として定義します。はい、ここまででまず何言ってるかわかんないって思った方はまあ安心してください。こっからその SWZ と SBZ がそれぞれ何を表すのかについて解説します。まず SBZ なんですけど、これは M1-M2 の2乗っていうふうにやります。この M1、M2 ってそれぞれ何かっていうと、この変換した時の、まあ、それぞれクラス1とクラス2を青と赤とします。要はこっちがクラス1、こっちがこの赤がクラス2って考えた時に、この変換後の青、
まあ、クラス1の平均を M1 として、変換後のこの赤の平均をこの M2 とします。そうしたときに M1 引く M2、要はもう青の平均引く赤の平均ですね。あくまで変換した後の、それぞれの平均の差の2乗を考えると、これ A 点値 μ1 引く A 点値 μ2 って表します。まあ、要は A 点値 X の X の部分に μ、まあ、X の中のこの平均、この青の平均が μ1、赤の平均が μ2 です。それぞれを入れただけですね。で、この M1、M2 はそれぞれこういうふうに表して、それぞれの2乗ですね。その2乗を考えると、まあ、要はこれ A 点値でこれくくれますよね。A 点値の μ1 引く μ2 になると。で、この2乗は、ここの部分が、まあ、ベクトルなので、それぞれここ、普通にそのままここと、ここの点値っていうふうに表せます。で、このベクトルの掛け算の点値っていうのは、それぞれこの、これをひっくり返して点値すればいいので、μ1 引く μ2 の点値と、この A の点値の点値は A になるので、まあ、それぞれこうなると。で、ここの部分ですね。μ1 引く μ2、μ1 引く μ2 の点値。ここの、要は、これですね。青の平均と赤の平均の差の2乗の行列を考えたやつなんですけど、それを SB と置きます。なので、この SB は、この青内の、この青の平均と赤の平均の差の2乗、要は、クラス間の平均を表してるんですよ。この SB は。で、この SBZ って、ここで言ったのは、この変換後、Z に変換後のクラス間の平均を表してるんですね。なので、この SBZ はここ、SBZ は変換後のクラス間、クラス同士の間の、まあ、要はばらつきって思っておいてもらって、この SB っていうのはこれですね。変換前のクラス間の差って思っておいてください。はい、それでは続いて SWZ ですね。この SBZ、これは変換後のクラス間を考えてたんですけど、この SWZ に関しては、クラス内について着目します。これどういうことかっていうと、まずこれですね。Zn 引く M1 の2乗のこの N がクラス1に所属している場合の足し算プラス、これの、まあ、2バージョン。このクラス2バージョンを考えるんですけど、これどういうことかっていうと、この Zn。で、この N はあくまでクラス1っていうのは、これは変換後のデータに対して、変換後のクラス1のデータの、このクラス1の平均との差の2乗。簡単に言えば、この変換した後のこの青のデータの平均とのこの青の差の2乗ですね。これの和。つまりクラス内のばらつきですね。で、これはクラス2なので赤のその平均とそれぞれの赤のデータの差の2乗。それを足してると。つまり SWZ っていうのはそれぞれのクラス内の、まあ、要はばらつきを表してるんですよ。あくまで変換後。この Z、SWZ は変換後を表してます。変換後のクラス内の、まあ、ばらつきを表していると。で、それぞれ Zn とか M1 とかは、この A 点値 Xn 引く、この μ1 で表せます。これはさっきと一緒ですね。まあ、要は X の部分に、この Z の場合は X を入れて、平均の場合は μ を入れればよくて、それぞれこういうふうに、まあ、この2の、クラス2の場合は、それぞれ1の部分が2になったところなので、もう特にここさえ分かれば、こっちも、そのまま、ここを2とか、この2って変えればいいだけです。で、まあ、ここから長くなるので、ここの2の部分はもう説明省きます。1とほとんど一緒なので。で、ここそのまま、これですね、点値。この2乗なので、さっきと同じように、こことここの点値にして、それぞれここひっくり返して点値にして、まあ、こうなると。で、そうすると、ここがわかる。で、ここが何かっていうと、この X と μ1 の差の2乗の行列。で、これはあくまでクラス1。なので、ここの部分は何かっていうと、このデータですね。このあくまでクラス1内のデータの平均との差の2乗、まあ、つまりその変換前のクラス内のばらつきを表してるんですよ。で、それぞれこの S1 で、これもう1個クラス2、これがクラス1で、このクラス2バージョンもこのプラスの部分ちょっと計算は省いてるんですけど、全くこれのクラス2バージョンもあって、それぞれ S1、S2 って定義するとこういうふうに書けます。 A 点値 S1 プラス S2A。で、この S1 たす S2 を SW って定義すると、この SW は変換前のここのクラス内の分散と、この変換前のここのクラス内の分散の足し算なので、まあ、要はクラス内のばらつきっていうふうに分かります。で、これは変換前のクラス内のばらつきで、こっちが変換後のクラス間のばらつき。つまり、フィッシャーの基準っていうのは、このクラス内のばらつき分のクラス間のばらつきなんですよ。
で、これを最大化するような A を求めるのが目的になります。で、まあ何が言いたいかっていうと、こう、変換した後に、クラス内のばらつきは小さく。つまり、分母は小さく。クラス内は小さくして、クラス間は離れてたら、なんか、うまく変換できてると思いません？要は、ある基準値に従って、それより大きかったら、その各グループ、それより小さかったら、違うグループとかっていう分類ができるようになると。つまり、これは、クラス内を最小化して、クラス間のばらつきを最大化する。なので、分母を小さく、分子を大きく。つまり、このフィッシャーの基準を最大化するような A を求めるのが目的になります。はい、じゃあ実際にさっきのフィッシャーの基準を使ってパラメータ推定を考えていくんですけど、まずこのフィッシャーの基準はこういうふうに書けました。SWZ 分の SBZ。で、それぞれ A 電池 SWA 分の A 電池 SBA って書けて、で、これの最大化を考えると。で、これの分母を固定するんですね。要はどっちもこれ A が入ってるので、この最大化するときにややこしいので、もう分母は固定しちゃいます。A 電池 SWA イコール1って固定すると、この固定した上での最適化っていうのは、このラグランジュの未定乗数法。これは微積分と最適化数学の時、まあデータサイエンスで使う微積分と最適化数学で解説したんですけど、ラグランジュの未定乗数法が使えると。つまり、前はこれを最大化する。この条件のもとでこの分子を最大化するっていう時は、この式と、これを移行した、この制限の部分を移行した上にラムダをかけた値。この関数を考えればいいと。で、あとはこの関数を A で微分してイコール0を考えると、結果、これはこういう式になります。これ SBA とラムダ SWA で、この SW の逆行列を左からかけると、こういうふうになります。で、ここまで来たら、これですね、SW の逆行列と SB。これを1個の行列で見ると、これ固有値になるんですよ。固有値問題。ここが行列で、ここが固有値ベクトルで、これが固有値になると。面白いですよね。要は、この基準から、ここ、ラグランジュの未定乗数法、今まで学んだ微積分の話、最適化数学の話を使って、ラグランジュの未定乗数を出すと、それを計算していくと、まさかの線形代数で習った固有値問題が出てくると。っていうふうに、今までの知識が、まあ、こう、たくさん使えるようになるのが、だんだん面白くなってきますね。で、これで、まあ、固有値を求めれば、うまく、その A を求めることができます。はい。ここで問題発生なんですけど、さっき A ベクトルはうまく求められました。ただ、求められたのは A ベクトルだけなんですね。この A0 を無視してしまってるんですよ。フィッシャーの基準だと A0 を明示的にその求められないので、この部分を考えるためにちょっと工夫します。どういう工夫をするかっていうと、最初の方でこれを基準にしてこう求めるよみたいな話をしたんですけど、この直線の部分っていうのを、ここの点が通る直線っていうふうにちょっと限定します。で、この点って何かっていうと、ここの青の平均と赤の平均の平均です。要は青の平均足す赤の平均を2で割ったもの。まあ、要はこれ、データ数、青のデータ数と赤のデータ数が一致している場合は、もう全データの平均でと一致するんですけど、まあ、要はそれ、データ数が違うときに、この変な感じになっちゃうので、ちょっと調整した。まあ、簡単には、この全データの平均ぐらいの値を取るような点。を通る直線を考えるんだなと思っておいてください。で、そうやって点を固定するとうまく A0 が求められるようになります。はい、じゃあ実際に A0 のパラメータ推定をやっていきます。まあ元の式はこれですね。Z イコール A0 プラス HX1 プラス A2X2 で、まあ A0 を求めたいと。で、これに対して、まあ要はこれがイコールになるんですけど、これ何かっていうと、要はこの直線の中でも、これですね。この μ11、μ12 ってそれぞれ、このクラス1、要は次元1でクラス1の平均と次元1でクラス2の平均。でこっちは次元2でクラス1の平均と次元2でクラス2の平均を表しています。まあ、要は簡単に言えば、この式っていうのはさっきの それぞれ青の平均と赤の平均の平均を通る点、それぞれ X1 の座標と X2 の座標ですね、を表して、まあ、要はこれはただその点を通る直線を表しているだけですね。で、これについて考えていくと、これ、展開していきます。展開すると、HX1 プラス A2X2 引く。まあ、要はこういうふうに書けると。で、つまり、この部分、このマイナスのこの部分が、このプラス A0 なんですね。要は A0 イコール、この部分になります。まあ、どういうことかっていうと、まあ、これですね。Z イコール、この式を考えたじゃないですか。で、この、要は平均の平均、要は各クラスの平均の
平均を通る点を考えた場合に関しては A0 はこの値で求められるよっていうことになります。でこれはちなみにこのそれぞれこの μ の行列とこの A1 のベクトルの掛け算のこの平均をマイナスしたものっていうふうにも表せます。でなんでこんな表し方をしたかっていうと、これは実際に実装するとき、実装で A0 を求めたいときに使う式なんで、まあ、今は気にしなくていいです。とりあえず今は A0 がこれで求められるよっていうことだけ知っておいてください。はい、じゃあ実際にこの直線を求めたいと思います。この直線は、これですね、z イコール0のときの直線なんですよ。つまりこれ A0 プラス、これですね、0イコールこの式になると。で、これを x2 イコールの形にすると、x2 イコールマイナス a2 分の1、x1、マイナス a2 分の a0。で、これ、この x1 と x2 の関係を図示すると、こういう直線が書けるようになります。はい。ちなみに、R を使った分析結果がこちらなんですけど、まあ、これですね。顧客と売上と利用回数を使った、まあ、分析なんですけど、まず、これが出ます。プリオアグループプロバビリティですかね。まあ、要は事前確率、要は顧客とその大会の人の数の割合、それぞれ半分ずつ、0.5、0.5 ずついるよっていうのが出て、次にグループミンズ、まあ、要はそれぞれ顧客の人の、まあ、要は売上の平均と利用回数の平均とか、大会の人の売上の平均とか利用回数の平均。まあ、さっきの μ11 とか μ12 とか μ22 と μ21 を表しています。まあ、μ21 と μ22 かを表しています。まあ、要はクラス1の平均とクラス2の平均ですね。っていうふうにも考えられます。で、あとは、コフィシェンツ・オブ、まあ、リニア・ディスクリミナンツっていうのかな。まあ、要は、係数ですね。A0、A1 と A2 がこの出力で出ます。で、これ、まあ、さっきのフィッシャーの基準から分かるように、A1 と A2 の結果は出るんですけど、A0 は出ないんですよ、結果が。だから、A0 は後から自分で、その、要は通る点っていうのを指定して求めなきゃいけないです。で、実際、これをもとに、この、ですね、このデータをもとに、この分析を行ったと。で、これをもとに、まあ、要は直線とその平均を書くとこんな感じになります。はい、最後まとめですね。今回、判別分析について、まあ、まずモデルの目的について話して、まあ、要は判別することが目的だよと。で、モデルの概要については、まず判別関数があるよ。それを基準にそれより上か下かで判断すると。で、そのためにはフィッシャーの基準。要はその群内のばらつきに対して、その群下のばらつきを大きくするような基準を用意して、それをもとにパラメータ推定をしました。であとは判別関数の求め方、まあ、この基準値ですね、基準の直線の求め方を話して、最後に実装した結果について解説しました。はい、いかがだったでしょうか、判別分析について。もしよろしかったら、チャンネル登録、高評価、コメントをぜひお待ちしております。それではまた、バイバイ。